ロンドンブーツ一号二号田村厚志のニュースクラブ今週も始まりました田村厚志です一緒に番組を進めていくパートナーは弁護士の雅博美です文化放送アナウンサー砂山敬太郎ですこんにちはこんにちはお願いします,します浜松町東京二十六点六度ですね、うん、ぼちぼちの暑さの中ですけどね厚志、うんはい、さんの次女、うん、さんですかね次女次女がお誕生日をそうですお迎えたはい。 昨日日誕生日会でででおめととうござととうございいますすすちょっ遅れてよもうやっぱ3歳になるといろいろと喋り出すんで、うん、自分がどんなものが好きかとかねあじゃあお嬢さんの要望でプレゼントはもう決めた感じなんですね。うん、まあでもプレゼント何欲しいって言ったら「いちご」って言うんでいちご以外のね もうイチゴも買ったんですけど、うん、この季節のイチゴってそんなにいいじゃないですか。まあそうですね。うん。もう一応用意失敗したんですけど、うん、それ以外のプレゼントを買ったんですよ。あのネットで、うん、もう俺ネットの注文がやっぱ苦手なのかもしれないです。大きさがよくわかんないです。<laughs> あ<ー>数字書いてんですけどね。うん、まあ見てないんだろうな。アナと雪の女王のお城をアナと雪の女王があの姉妹で好きなんで、うん、その お城を買ったんですけど、うん、俺の想像の10倍ぐらいの大きさ今あれですよね。なんかお城のてっぺんがあのドアの一番上ぐらいにある感じですか。<laughs> それは言い過ぎですか。いやそこまではないけどでもまあその次女の背丈の2倍はある、ね 2> うん、<laughs> そうですね。<laughs> だいぶ見上げてますよね。う,ねうん、そうなんですよ。よでもうれしい嬉しいだろうなこれ見上げるお城なんてね。こんな大きいの嬉しいですよね。ねうん、まあ、でも作るまでにはちょっと よし、作るぞっていう気合がね。組み立て。ですね。うん、組み立てなんで。ああ、す。どれぐらい時間かかったんですか。二時間ぐらい、二時間ちょいかかったかな。こう<構>。あの、もっと早く作れると思うんですよ。その娘たちが。手伝うって言わなければ。<laughs> <laughs> ここのネジ締めたいとかっていう。いいじゃそう<の>、<ー>のネジ締めると、その、大体ネジが、あの。グリグリやって、あの。 ネジがバカに, <laughs> になるとこっち時間かかるんですよそのちゃんとしたネジちゃんとした位置につけてればいいんですけどちゃんとした位置につけてないから抜かないといけないんだけどそののネジがが回ららななくなりますかねパパの負担が増えるんですよ、うん、でもまあなんだかんだでまさかね自分がドールハウスっていうジャンルのものを。 この人生において作るとは思ってなかったんでね感動すべきね、うん、記念すべき日じゃないですかそう、ね、初のドールハウスの制作。 ドールハウスってことはじゃあここにお人形入れるんですか。そうそうお人形が、うん、アナと雪の女王とかあの雪だるまのやつ。オラフでね。オラフ雪だるまのやつ。<laughs> <laughs> <laughs> パパはもうこれぐらいの知識なんで。<laughs> そのオラフとかがこの辺をこううろちょろするい,ないいですね。い,い,いやこんな。 両手万歳だ。あげないですよ、うん、手娘こん城の前で万歳ってすごい喜んでますよ。<laughs> 全喜んでるん。でももうパパはこれを取り壊わす時のことを考えてる。早い。いやだっていつか使わなくなるのは確かなんで。まあ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 。ちっちゃいお城だったらこのまま誰かにプレゼントってできるんですけど、これは一回こう。 崩さないといけないです庭で爆破してやろうかなと思って爆破するほど丈夫じゃないけど。だん一一気に崩さないと。これ大変ですよまた。ネジってことはじゃプラスチック製？木なんですよ全部。木なんだ。そうなんです。ええ。重さもあるし、丈夫で。はい。でちゃんと倒れないように転倒防止のなんか金具とかもつけていすね。なるほど。 まあ、確かにまあこう言っちゃうなんですけど、まあ、ずっと家にやるとちょっと邪魔っちゃ邪魔な子邪魔ですよ大人,そう大人としてはね <laughs>、うんまあ、でもしばらくはねその子供たちが楽しめるんで全然いいんですけどね、うんうん、これがだからあと何年ぐらいかな5年もしたらもう使わないでしょどうかな好きな子はねずっとだってまだ3歳だ8歳ですよ、うん、全然使うんじゃん私だってリカちゃんとかそういうのもやってましたはい 小学校それなりに覚えてるのであ、まあ、5年ぐらい使ってくれるんだったらまあ建て替えはあります,ね、うん、すよね小学校でドールハウスってまだ使うもんですかでもいろんな遊び方できるじゃないですかこの箱は箱だけど,ど、うん、そうだから多分遊び方が広がってくので子供って白、うん、は穴行きだけど、うん、違うものが住んでるみたいなそうそうそう俺はもう色とか塗ってほしいぐらいだけどね すごいねオリジナルの城にしたねっていうぐらいの自由発想があればね、うんうん、やりそうですよね、うん。でも今度自由発想の城をしたらこのこれ世界に一つだけのものになるから捨てづらくなりますよね。確かに、うん、爆破爆破できなくていてきて。<laughs> 爆破はやめようになります、ね。なんで爆破したいんだ。<laughs> 一気に崩さないとねこうなんかなんかちょっとずつだとこう,うこっちも汚染地になっちゃう。確かに一気にね。まあでも。 そっかあマサさんがそうやって大人に大人っていうか小学生高学年になってもまだ使えるんであればねうんだからもう性格次第ですけどねだって好きな人って大人でもこういうの好きでね集めてらっしゃる方もいるぐらいなので、うんうん、まあ興味が続けば長くね,ね遊んでくれるかもしれないですね、まあ、人によるのかそうごめんなさい結局そこですね <laughs> そうね二年後にはね二年後にはちょっともう私はあのデジタル上のあの <laughs> クラウド上のお城でいいですみたいになる可能性はあるですけ確かに今の時代まあまあでもドールハウスは完成したので万が一この城欲しいよという方いましたら爆破前にねまた告知しますので年後かかないそれは何年後か分かんないけどこの番組が続いていてうちの娘がもう飽きたらお譲りしますのでリスナーの皆さんに「ドールハウス欲しいよ」 今から予約は受け付けい。け早, <laughs> 早いな。こっちが管理できないですよ <laughs> 管で。管理できない。管理できないです。その時ね、また、はい、あの、応募してください。では、参りましょう。田村淳のニュースクラブ、本日もスタートです。東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております。田村淳のニュースクラブ。ここからは、今週の気になるニュース。今日は週刊文春ウーマン編集長の井崎彩さんとお送りして参ります。よろしくお願いします。ます今週発売の週刊文春ウーマン夏号。 ありがとうございます。特集がいつまで働き続けますか。うん、すごい毎度毎度ものすごい問いかけしてくる。これ結構私もよく考えてるんですけど、うん、これなんか割と今までやった特集で一番こう刺さるみたいなツイートしてくださる方が多くて、うん、要は今ってまあ六十歳で定年迎えても、うん、まあね今のそう五十代六十代ぐらいの人って入社した頃は まあ最後60歳まで働いてドカーンと退職金をもらって第二の人生みたいに思ってたのが実は今退職金って出さない企業も増えていたりとかまあ給料体系が変わって退職金って形じゃなくて前毎前ね,前前ねって形なんですけどでもまあ思ってた人生設定がみんな変わっていって退職金自体も減っていってかつまあ人生100年時代とか言われる中 今まあほとんどの人が雇用延長とかっていう形でまあ働き続けるってなってそうすると働き続け始めるといつこれ終えるんだっていうねフリーランスの方なんかにとってはねもともとあった問いだと思いますけど会社員の人たちにとってもまあ会社員じゃなくなったとしても何かしらまた派遣で働いたりとかね何の仕事ができるのかみたいなあとまあ 女性だと、高年期になって、まあ男性もありますけどね。うん、そのどんどん頭の回転とかが悪くなる中で、でもやめられないっていう。うん、い,いつまで、ね。生き地獄ですね。<laughs> <laughs> いや、そう考えたらね、<か>でも、これをポジティブに変換できるためには、どうすればいいか、その、今から考えればいい。そうですね。うん。うん、いや、これはそう、ね。男女雇用機会均等法。 の、まあ、第一世代がいよいよ60歳を迎えますよっていうのを機に今回特集されてるっていう、うんはい、なるほどね、はい、考えさせられるなあ、うん、ですけどね、うん、でも働かなくなった人生ってなんかユートピアっぽく勝手に思ってるけど暇でしょうがないんじゃないかなとも思っちゃうんですよね。うんうん <laughs> なんかそれあのちょっと違うかもしれないけど同じようなことをジェン・スーさんがこの中で言っていて、うん、ジェン・スーさんが斎藤浩平さんって経済思想家の方と対談してるんですけど、うんでまあ、実際その、まあ、女の人って今も家事労働に接し,、うん、してる人が多くてでなんかその労働の本来のなんかそこにやったことで喜び得られるかみたいなことでいくともしかしたら家事労働ってすごく人のためになることが よく見えることで、うん、まあそれが無償の労働になっちゃってるっていうところも問題なんだけれどもじゃあこれが優勝になったらいいのかみたいな話をした時にあのジェン・スーさんはすごいもう身を切って自分が以前に一緒に住んでたパートナーの方との話をしてくれてスーさんが働いて、うん、お相手の方が、まあ、家事をされるっていうことで、うん、でスーさんはその家事に対して、えー、とお金を払って。うん 要は、うん、優勝にしていたけれどもやっぱりうまくいかなかったねっていう話をしていて、えー、やっぱり自分がそのパートナーがありがとうっていうことでその払うだけじゃダメで、うん、やっぱ社会的に何かこう自分が必要とされてるって思わないと人ってダメなんじゃないかなってすごく思ったっていう、うん、そしてその相手の方は別れた後に生き生きと暮らしているっていう、うん、<laughs> 話をされていて。 いや俺もだからいつまでねこの業界にいるか分かんないですけどまあいずれかはこう引退してお城のボランティアのこう案内人とかやろうかなとも考えてるんですよね。そう観光客の人いてねだけどあのボランティアの人もこうよくしゃべるボランティアの人って嫌がられるじゃないですか自分の知識だけ押し付けるタイプそれになりそうなんでちょっと自粛しようかなとも思ってる。 じゃあな何で働けばいいんだとかなんかその時間をどうやって潰せばいいんだとかは今から考えないとねそうなんですよ、ね、んだからなんかまあお金じゃないものに価値見いだすっていうことがね、うん、まあ大事になってくるわけですけどでもまあお金は必要だしっていうそうなんですよなんかお金払うんで働かしてくださいみたいになってこれなんか本わ転倒じゃないですか <laughs>、うん、やっぱなんか対価は得られたいしねなんか考えさせられますがその 岡村康幸さんと菊川浩二さんのこの対談もね <laughs> あのすごく気になりますが詳しくはまた後ほどお話ししていただけるということで <laughs>、はいはい、今週のニュースを振り返っていきましょう砂ちゃんお願いします、はい、まず一つ目は毎日新聞から通常国会が閉会政府提出法案ほぼ成立第211通常国会が今週21日に閉会しました 今国会では防衛費増額の財源を確保するための特別措置法や外国人の収容と送還のルールを見直す改正入管法など政府提出法案がほぼ成立し150日間の会期を終えました閉会に先立って自民党と立憲民主党の国対委員長が国会内で会談しマイナンバーをめぐる問題で閉会中審査を開催することで合意しました続いては朝日新聞から 障害者手帳でもマイナンバーご登録静岡で数十件確認河野デジタル大臣が障害者手帳の情報が他人のマイナンバーに紐付けられるトラブルが静岡県で数十件確認されたことを明らかにしました河野氏によると自治体が障害者手帳とマイナンバーを紐付ける際に同姓同名の別人の情報を誤って登録したり 過去に使われていた障害者手帳の番号をシステム上で取り消さないまま使い回したりしていたことが主な原因ということです政府は今後同様のトラブルがないか全国の自治体に点検を求める予定です3つ目は東京新聞から日本男女格差で125位過去最低スイスのシンクタンク世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ報告で 百四十六カ国中、日本は過去最低の百二十五位に沈んだことがわかりました。政治分野で百三十八位の日本より下位に位置するのは、政情不安や非民主的な国八カ国のみ。また、経済分野でも、日本は百二十三位で、g ートゥンティで、日本より順位が下ののは、百三十位のサウジアラビア、百三十三位のトルコ、百四十二位のインドと新興国ばかりになっています。四つ目は読売新聞から。 タタイタニック潜水艇、水圧で押し潰され乗員5人死亡アメリカオーシャンゲート社の潜水艇タイタンが北大西洋で沈没したタイタニック号の見学通話中に消息を絶った事故でアメリカ沿岸警備隊は潜水艇が水圧で押し潰され乗員5人全員が死亡したと発表しましたタイタンには操縦を務めたオーシャンゲート社の CEO の男性とタイタニック号探査 タイタニック号探査の専門家のフランス人男性イギリスの男性実用家パキスタンの富豪一族でイギリス在住の親子2人が乗っていました5つ目は時事通信から安倍氏の慰霊碑設置へ安倍元総理が奈良市で街頭演説中に銃撃され死亡した事件で奈良県選出の自民党国会議員ら有志が現場近くに慰霊碑を建立する計画を進めていることが分かりました 関係者によると、安倍氏や県にゆかりのある国会議員らの融資で、慰霊費を市内の私有地に設置する。計画ということで、費用を負担し、献花代も設けるということです。六つ目は、共同通信から。認知症不明者十年で倍増。認知症やその疑いがあり、行方不明者として、二〇二二年に全国の警察に届け出があったのは、延べ一万八千七百九人だったことが、警察署のまとめで分かりました。 認知症に限定した統計を取り始めた2012年の9607人から10年でほぼ倍増となり過去最多を更新しました警察は自治体や地域の団体企業などと連携し不明者の特徴を広く知らせるなど早期発見に向けた取り組みを進めています最後はデイリースポーツから長山英太弟の逮捕後初めて sns を更新 俳優の永山瑛太さんが弟で俳優の永山絢斗容疑者が大麻取締法違反の疑いで16日に逮捕されてから初めて SNS を更新しました。 エイさんはインスタグラムに肩に置物のように見える小さなカエルが止まった写真を添えてここからだありがとうとメッセージを投稿この投稿にフォロワーからはこの言葉に励まされましたここからが前を向いていこうエイ君とエイ君の大切な人々を応援していますなどの反応が届いています今週の主なニュースをお届けしましたはいいろんなニュースありましたが気になるニュース伊崎さんどれになりますかそうですねなんか いや中山健人さんの「残念」でしたよねうちの雑誌にも出ていただいたことがあるんですけどすごく将棋がお好きっていうことで、えー、彼はあの中虫ん「泣き虫し、うん、だっっの、えー「奇跡」っていう将棋雑誌の,、うん、の映画で将棋雑誌を演じたのをきっかけにそこから将棋にはまってで昇ん 初段二段初段とかまででっってらっしゃるんですよね <laughs> 家でもずっとその重要なあの試合の時はテレビつけっぱなしにして見てるみたいな話とかってしてて、はい、でその撮影の時もあのご本人が気になるって言ってた、うん、あの普通の親父たちの集まる将棋サロンみたいなとこに行って撮影をしたりなんかして、うん、おじさんと混ざって出影させてくれたりして。 いたんですけどね。<ー>なんか本当にね、好きな好きな軽麻なって言ってましたけどね。軽麻が,が好きって言ってました。飛び越えていくやつ。そうそうそう。<ー> <laughs> ね。うん。ね。このタイマーを所持してしまう人ってこう芸能関係の方でも時々出ますけどね。やっぱリスクを超えてでもねそこに手を出してしまうのがどう。 一体いっきさつなしかもまあなんか追放することではなんか解決しないっていう、ねうん、まあ繰り返してしまうというのが依存症があるので、うん、ね今ね高地昇さんなんかがよく講演とかしてされてますけれども、はい、まあこういかに、まあ、たたす助けるかとか復帰を、うん、まあ罪もつな償わなきゃいけないわけですけれども、はい、という部分はありますよね。ね でねなんかその今、彼が良かった時代みたいな感じで日本アカデミー賞の時の映像とかがいつも流れてたんですけど新人賞を取った時のでも、あれもなんか今良かった時代の映像として使われてるんですけどあれってあのお父様が自殺された時なんですよね。それが分かってるけれども新人賞の授賞式に出続けてたっていう時のなんの映像なので。 ねなんか<ー>まあいろいろなものをね抱えて,抱えてまあああいうキャリアをね歩んでいらっしゃっただろうなと思うんですけれども、うん、まあ所持される方マサキさんあと絶たないですよね対馬、うん、もね違法と分かっててもやっぱり蔓延してるのも事実なので、うん、まあ少なくともね。 あのこれをきっかけとして構成の道に進んでほしいと思うし、うん、一人で構成できないというのはやっぱり事実でもありますので、うん、やっぱり戻って、ね、あのこれで実刑ってことは基本的にありませんから、うん、戻ってきた時にやっぱり普通の社会生活が遅れるその構成に向かって生活が遅れるような報道の仕方とか我々の,その受け入れ方ってやっぱしていかなければいけないという意味では本人の問題でもあるけれども社会の在り方っていうのもやっぱね、うん、すごく。 問題も一つあるかなといいうのは個人的に思ってしまいますね僕も YouTube であの田口淳之介さんとうん、うん、対談した動画を上げたばっかりなんですよその大麻、うん、についてのこととかも語ってて、うん、でやっぱりこう身近にやっぱあってスッと手伸ばしたらそこに大麻があるような環境であることは間違いないですよ日本ってね。うん、所持しちゃダメだって言われてるこの国において。うんうん だからそこの部分もね、うん、まあだ,だからといってまあ所持した人がまあ一番悪いし、うん、うん、とは思うんですけどね。まあでもセカンドチャンスっていうあり方はね、うん、本当社会がどうやって考えるか、うん、で追い込めば追い込むほどその方はまた手を染めることになるんでうん、ここは重要なことかなと思いますね。うん、その他に気になるニュースは。そうですね。このまあジェンダーギャップっていうのはね。うん。 どんどん、<laughs> どんどん低くなっていく。<laughs> どんどん低くなっていくもんなんですか、こういうのって、取り組んでるのに、低くなるって。いや、おかしいですよね。ですよね。取り組んでないのと一緒ですよね。で、なんかこのジェンダーキャップって、その健康教育、経済、政治っていう。四つの指標で出ていて、で、健康教育においては。日本はトップクラス、あと、健康が五十九位で、教育が四十七位なんですけど、数字だけ見ると。うん 大したこととないじゃんん思うんですけどトップとほぼ変わらない数字で、うん、まあ健康だったら、あのー、男女の出生数とかそういうので教育だったら、まあ、識字率とか収穫率とかそういうことなので、うん、日本はそこはほぼ同じになってきている、うん、けれども一方で経済の方だとその管理職とかリーダー層とかっていうのがいないとか、はい、政治家も少ないとかっていうところがあるわけですけど。はい <laughs> であのちょうどさっきそのピケティさんっていうふうに挙、うん、げてくださったんですけど今回の特集あのちょっと自分の雑誌の話になってしまって恐縮ですけれども、はい、トマ・ピケティさんって「21世紀の資本」っていう本がちょうど10年前ですね。 あのすごいまあ経済の専門書なんですけれどもまあ記録的な100万部以上を世界で売り上げて7,000円とかの本でしたね。読み通せた人がいるかっていうと、うん、疑問ってとこもありましたけど、うん、でもその映画もできたりとかしてでまあ21世紀のマルクスみたいなこと言われてあのすごくえとウォール街でウォール街を占拠してデモなんかを。 行った人た人ちにもすごく影響を与えて貧富の格差っていうことの反対する人たちにあの影響を与えたんですけどもで彼以前はあのグローバルな資本課税みたいなことをすごく言ってたんですけど今 えと最新の本ではこう今以前は言ってなかった気候変動とかジェンダー格差についてとかってことを言うようになっていて、うん、でそのジェンダー格差の部分をちょっと新しい本から先行で公開して掲載しているんですけれども、はい、であのその格差論の,あの彼が言う中でもその何かすごく何でしょう,こう日本の女性たちってそのに。あの まあ政治で何パーセントを目指す政治家何パーセント女性がいるのを目指しますみたいに言った時に数字目標,字目標ありますけど全然半分じゃないのにそれが当然だと思ってしまうまあそれが実現可能な数字を設定するからですけれども絶対50%は目指さないわけですけれどもそれでなんかそんなもんだなって思ってしまってるところが あくまで目標で本当に到達したいのはもっと先にあるのに <laughs> そこに到達したから満足しちゃうってことですか。うん、そこを目指してる。目指してもいないっていうことに当然だと思ってしまってる<ー>っていう部分が、ね、まあその日本そうですよねあのほぼ法律的には。 なんかその男女の不平等を認めるようなものっていうのはなくなってきているのかなと思うんですけれども、うん、それでもまあ変わらないっていうのはまあ社会が変わらないっていうところなんだと思うんですけれども、うん、でそれであの女性の方も何だろ50%を目指す数値目標じゃないのに、うん、なんかそ,そ,、まあ、そんなもんだよねみたいなふうになってしまってる部分はまあ自分も反省する部分だななんですけれども。 空気感的には昔よりもだいぶ変わった気がするんですけど、うん、それでも順位が下がるってどういうことなんだって思うんですよね。取り組んでるんでしょって思うけど、これぐらいの取り組み方じゃ順位上がらないってことですよね。そうですよね。ねそして他の国はもっと改善されてるわけですよね。あそ,あそのスピードにまさきさんこの取り残されてってる国っていう感じしますよね。うん、うん、やっぱりやっ 我々世代ある程度ね中高年の世代でもそういう認識を持てるようになって若い世代はそれが当たり前に思えるになってはいるけれども、うん、やっぱり中枢のもっと年齢上の方っていうのもやっぱりそうではない方ももちろん多いし、ね、我々世代でもやっぱりもうちょっと偏った思想を持ってる方もやっぱりいらっしゃるので、うん、そういう意味でやっぱりかなり根深いく染みついてしまってるような状況なのかなと思いますよね。なねうん、でそののピキティさんがが、うん、女性の労働所得が 全体の労働職の中で占める比率っていうのをその世界的な彼の,あのネットワークの中でいろんな国でそれを出してるんですけれどもそれがね世界不平等データベースっていうあの<ー>サイトで見れるんですけど、はい、それもあの面白いんですけど、うん、それでそこかそれをもとに彼はあの計算してるんですけどそうすると。 意外なことにあの進んでると思われてるフランスなんかでも、うん、2020年時点で35%とかって北アメ,リカアメリカとかカナダとかでも38%っていうふうに<ー>全然これは世界的にまだまだだよということを彼は言っていて、うん、であのジェンダー格差があるときに同じポスト同じ地位での賃金格差っていうのをだいたい比較してしまうけれども、うん、まあ 私たち実感としてあると思いますけどそもそも同じポストに就く機会が男女が同じじゃないっていう,うん、うん、というところっていうのがよっぽど問題でありますよみたいなことを今回ここで話されてるんですけどでそれでねあのアジア中国とかっていろんな地方あの地域ごとにこのデータを見てるんですけど、うん、実は中国なんかは後退してってるんですよ1990年から2021年。でそれは 共産主義国ってね割とちょっと平等になっていたのが共産主義が崩れていく中で<ー>高額の貧富の差が広がるとあの富を得る人はやっぱり男性の方が多いっていうことで格差は広がってしまっているっていう、うん、やっぱりその資本主義経済っていうのがなるほど、ね、男女の 格差っっっててていいいうとととこころとつながっているんですでかねそう考えたら日本ってその経済的な、ね、発展をもう遂げ終わってるみたいなイメージあるんですけど <laughs> それでも悪くなってってるってもう経済もよくないし、うん、そのジェンダーギャップに関してもよくないしってね、うん、なんか誇れること何なんだろうこの国はってなってきますね。うん <laughs> 悩ましくないですか我が国。我が国ねうんうんだからそう働き続けますかみたいなところで言ってもなんか今20代ぐらいのことを考えてる労働観っていうのと、うん、まあ私なんかは、えー、と氷河期世代なんですけど、うん、やっぱこう。一緒じゃないですよね。 そうなんか幸せの価値観とかももうバラバラでいいんだけど、ねはい、でもなんかどこに向かったら幸せなのかが見えない状態でみんながもがいてるみたいな国になってるなっていう感覚がありますけどね。うんうん、ねそれこそそのケインズはあの本来資本主義が発展したら仕事が減っていって、うん、みんなが楽になるはずだって言っていたのになんか謎の仕事が増えてしまっているっていう。<laughs> うん ことがね悩ましいですね,いいですねちょっとねまたこの機会に皆さんでねちょっと考え直してみてはいかがでしょうか、うん、ここで井崎綾さんにさらに気になるニュースを伺いますお願いします男子バレーボールの竜人日本が強すぎる <laughs> <laughs> さっき作家さんに言ったら、はい、あな、なんすかみたいな <laughs> いや、俺も知らないです男子のバレーボールってあんまり強いイメージないですけど 大変なことにもなってるんですよ。うん、あのー、めちゃめちゃ人気ありますよね。あ、さすが。すごいね。あいやスポーツ好きだもんね。<laughs> そうですね。龍神日本。龍 <laughs> 神日本って言ってることは私も最近知ったんですけど。<laughs> うん、そ,そんなにすごい強くなってるんですか。すんすなんで急にそんな強くなれるんですか。バレー。そうなんですよ。はい、それがもうアニメ並みのミラクルが起きてて。うん、で、本当にあの。 いやもう私はもう今ネーションズリーグっていう、うんまあ、オリンピックワールドカップと並ぶような三大大会みたいなのを今やってるんですよ<ー>知らないですよねやってるんですって、うん、そこでもう、えー、とそれって、あのー、世界16チームが参加して12試合を戦って、はいうん、でその結果に基づいて順位が決定するっていうものなんですけど。うん 今なんと日本は開幕七連勝で単独トップなんですよ。本当だ、だって今男子って打っただけで。男子バレーボールって出てきましたよ。で<し>男子って打っただけで。<笑><笑>すごいんです、すそれで、えっと、あれ一昨日かな。はい。その七連勝目のはブラジルだったんですけど。うん、ブラジルにその。ブラジル強いイメージありますけどね。ね三十年ぶりぐらいの勝利なんですよ。あの、あ<っ>オリンピックワールドカップで。はい。 通算六回の金メダルを取ってるところに勝ったんですよ、うんえーこ。こういう話聞くとなんか見てみるかっていう俺みたいなにわかファンが湧き出しますけど、このこの人たち巻き込まないと意味ないですからね。はい、そう,そうなんですよ。うん、でね、なのに地上波でやってないんですよ。<laughs> やってないですかどこも。<laughs> TBS がやってるのに <laughs> TBS もやっぱだかまあ一時まか弱か。 なっっててしまっていたので、うん、女子をねあのクローズアップすることありますけど男子は。女子も今やってるのやってなくてなので BSTBS <あ> BS か、はい、u n e x トかなあとなぜか全試合じゃないんですけど、うん、いくつかの試合は TBS で深夜にやってたりするんですけどへ<ー>見てる人はこれはねもう大変なことが起きてるっていう。見てる人いますこのスタジオにゼロです いやもう選手呼んだ方がいいです今週のすごい人で今だってシーズンチェックでしでもすごい作家さんにさっきすごいもう一応決プレゼンしてなんかどこが強いんですかみたいな感じでなんかピンときませんねみたいな感じだったので説明してたんですけどまずあの配球ってアニメハイ球はい見てはないですけどはあのバレーボールのアニメ漫画であれがもう 世界的に人気があるんですけど、うん、で配球ファンっていうのがヨーロッパとかでもあのアニメオタクの人たちが日本代表の試合に「リアル配球だわ」って言って、うん、要は<ー>からまあ,あのヨーロッパの、あのー、ところとかだと、まあ、2メートル級で揃ってたりするんですけど、うん、日本は2メートルいる人もいますけど1 8 0ンチ台だったりとか、うん、もっと低く人もいたりとかなので。 あのものすごいミラクルを起こすアニメみたいに見えるらしいんですよ。あんなちっちゃい人たちが。この長州の人たち、どんどん打ち勝っている。はい、何が起きてるんだ、日本のバレーボールって今なってるんですか。はい、そうなんですよ。で<ー>、なんかそのキャプテンの石川祐貴さんという方が、あの、今まで人気を引っ張ってたんですけど。はい、さらに今ニュースターグ生まれてて、まあ、ちょっと自分の宣伝につなげるっていう。はいはい ちょっと今回出てるんですけど。週刊部週刊に160ページに出てる。160ページこの、あこ,の方この、こんなかっこいい。二十一歳で日体大の。<laughs> 確かにイケメンなんでけど。あの、イタリアも、の、イタリアがまあ、世界最高峰リーグがあるんですけど。うん、そのパドバのチームに今。2年間行っていて。一人,人で武者修行行って。 でしょうね、めっち,ちゃ実力はそれでもう今ねあのこの子が拾いまくるしアタックしまくるしみたいな1 8 8ンチって <laughs> あの低いんですよバレーボール選手としては僕からしたら高いんですけど,けどバレーの世界でいくと低いんですねそうなんですよで1 8 8ンチなのにブロックも抜いて見えてるんですよね <laughs> え見えてるんですよ。見えてる。見えてるんですよ。今もう見えてるなっていう。もう今ね、バレーボール界の大谷。拾ったら、た拾ったら見えてるなっていうんですから。大谷,もう大,谷大谷ってこう言われたりするぐらい、まあかっこいいのもあってね。うん、そういやでも、インスタのフォロワー数120万人ぐらいです。でね、すごいんですよあの。彼のことを、まあうちの。新聞の,のツイッターでも、写真とかで、ツイートすると。 日本人より先にいろんな言語が入ってきてタイ人がすご、ね、い<ー>タイ人韓国人のハングルの方もいらっしゃいますし、うん、であと、まああの、ヨーロッパとかの方もいらっしゃるしみたいな<ー>、まあ、イタリアででやってるのでねでアニメが好きだから後半こうアニメのカット割りみたいになってるんですか、うん、あこれよく分かって <laughs> <laughs> すごい <laughs> そう 石川祐希選手にどんな漫画を勧められたかとかいう話も燃えない話もしてますので <laughs> でも,、ね、それも7連勝のブラジルで最後勝つところも高橋蘭さんが活躍して終わったんですけど、うん、海外のこう実況とかも蘭も高橋って絶叫して終わるみたいな。は この字でででランって読むんんすす、ね、そうなんですあのちなみにお父さんは野球ファンで、はい、ホームランのランらしいですあそうから、ね、お兄ちゃんもルイさんっていってあのバレーボール選手なんですけど野球ですよ、ね、野球なでも2人ともすごいバレーボール選手になってるっていうーーちょっとちょっとでねあの関西人なんですよ京都の<ー>ちょっと呼んでほしいです。 来てくれるのかないやお越しいただけるのででも今日日本対アルゼンチの試合があるっていうもう本日ですよはい見てください多分だからいいのかな PSTPS いいですいいです文化放送なのにいいんじゃないですかそんなことでやいのやいの言わないちょっと頭ひねってましたこ本の方はですか。中国と日本の試合もあるしオランダとの試合も7月7日に控えてますよ イタリアとの戦いが7月8日。はい、へちょっと注目してみます,いすごい高橋藍がこう出てることにさすがと思いましたね。 伊崎さんさすがと思いましたわかる人はここでちゃんと乗せてきたなと思いました抜け目ないなと思いましたここから多分次のワールドカップとか次のリンピックとかもう彼が盛り上がりますよね彼がすごいまだ若いし引っ張ってって日本のバレー界も引っ張るとでねバレーボール界の大谷は野球界の大谷より ちょっと遠く喋るんですよ。まだサービスサービスの精神関西人だから。えー、そのあたりもね。そのありもぜひチェックしてください。はいはい、さあお時間となりました。伊崎さんお知らせありましたか。はい。すいません。あの岡村康すさんとキッカコーチさんの対談っていうなんかこの号を載ってて、はい、その話でその話を僕聞けるんだけども世代で盛り上がるはずだったのに、はい、えこれがもう今この今四十代五十代六十代ぐらいの間で、うん、この対談がもう泣ける。 っていう評判なんですけど、うん、この写真見るだけでもねめちゃめちゃの人岡村康樹さ,さんはいつもあの対談の連載をしていただいてるんですけど吉川浩司さんってあの分かる人は分かるんですけどこの2人っていうのはもう19歳の同い年で19歳の時に出会って、うんはい、で、えー、と実はあの、まあ、亡くなった尾崎豊さんも同い年でみんな19歳で出会って。うん で3人が仲良かった3人が仲良くって夜な夜な六本木とかでーあのキッカーさんベスト10帰りとかで衣装のままやってきたりして飲んだりみたいなところから大親友だったんですけれども、うんあのー、なかなかねメディアで共演することは少なくてこれ31年ぶりにメディアで対談をしてくれてるんですけれども面白そうであのー、まあいろいろ3人で人で 仲良かったのが一、うん、人はまあ早くに亡くなってしまって、うん、でこの二人もまあ30代いろんなことがあって、うん、で今50代になってっていうその人生を振り返りながら語ってるんですけど二<や><で>人が何語ってるのかねめちゃめちゃ興味あるんで、うん、ちょっとあとでじっくりと読ませていただきたい,といあえて真ん中の席を開けてるのがね意味深な感じでいいそれ知らなかったから。<laughs> 2人が30代半ばでその頃あんま仲良くなかったんじゃないかって今まで思われてたんですけど、うん、実は2人の交流が続いてきた時に岡村さんが今なんかこう気持ちがこう精神的にパンパンなんじゃないかと思って吉川さんが誘って、うん、え宮古島石垣島どっち石垣島だったかなその島に、うん、読んでいただければ分かるんですけど、はい、島に連れてって浜辺で吉川さんがあのアウトドアが得意なのでテント全部テント張って2人でキャンプで。えー 語って魚とか全部吉川さんが取ってきて焼いて食べてってして一夜を過ごしてもう1日2日いるかと思ったら吉川さんの広島の友達が2日目から来ちゃって「何々じゃけん」とかって話し始めて岡村さんが「なんだよ俺のためのキャンプじゃないのかよ」って言って。<laughs> <laughs> 怒って帰っちゃったっていう、えー、話がすごいいいんですけど。詳しくは。詳しくは。文集マン。夏号。発売中です。<笑><笑>でも全部話してましたよ。いやいやいや、まだ。この先、まだまだあります。まぜひ皆さん、手に取っていただきたいと思います。はいはい、ということで、伊崎彩さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。